バイオリンオクテッドはカーリーンハッチンズラにより従来のバイオリン族の楽器を改良したもの。ただし従来の楽器からサイズ、構え方を変更しているものがあり、さらに曲の少なさもあってあまり普及していないが一部の楽器については注目されているものがある。弦楽基本協協会が1963年に発足し、そのプロジェクトの一つとしてバイオリンをベースとした。 コンソートを新たに作成するというものであった。ビオラはバイオリンのように響かせようとするにはサイズが小さい。また、コントラバスはビオローネから形状があまり変わっていないなど不整合があった。このような不整合をなくしてバイオリンを基準とし、各楽器間の音域と寸法比を一定になるように新たに設計し、制作するというものであった。さらに、 設定された音域を出すために、弦の素材、銅の構造にも手が加えられ、最終的な形となった。結果的にこのプロジェクトで作成された楽器は、均質な音色が出せる楽器群となった。そのため、例えば、既存の弦楽四重奏曲を演奏した場合、音域が重なる部分において、面白みに欠けるということもある。また、従来のものとサイズが異なるため、構え方や、 ポジションが異なるため、この楽器のために新しく習得する必要があり、このことも普及しない原因と思われる。長弦は、中央波を C3 として記載している。音の不思議を探るチャールズ・テイラー・佐竹敦ア林大分 ISBN4 から272から 44,025X 五 X ム楽器音響協会。主にここの文献を参照。 ハッチンスコンソートこの楽器を使用したアンサンブルのページ。実際の音が聞ける。ニューバイオリンファミリーアソシエーション。ありがとうございます。